はい、ありがとう。椎茸の栽培を学んだのは大平村立大平小学校の4年生61人です。今日は地元の生産者を講師に招き、今年3月に児童たちが椎茸の菌を植え付けたホダギ50本を2人1組で1本ずつ運びながら、菌の繁殖がよく進むように並べていきました。いろんなことが学べて楽しかったです。大きくて美味しいキノコです。これからもね、こういうことに興味を持っていただいて、ぜひね、将来椎茸を作る方が出てこれればなというふうに思ってます。椎茸は原木に菌を植え付けてから3年ほどかけて育つことから、児童たちは収穫できるようになる再来年4月まで成長を見守っていくということです。